ましょう。あ、でも言ったところに行ったけど、ちょっと左かな。はい、うん、ナイスショットだと思うんですけどね、はい、カード道路とそっち方向にっていうのは狙い通りですね、うん、はい、やっぱり右はちょっと怖いので、はい、では松森プロはどの方向を、はい、私も一緒の方で、ちょっと右から風が強くなってきたんで、うん、はい、もうちょっと右を、カード道路のちょっと右で、はい、ございます。お、いいとこ、うん、黄色の旗、はい、いいとこでしたね、はい、まあ、距離がありますけど、やっぱりドライバーで、ね、松森プロは距離のアドバンテージがあると、はい、さあ、古賀プロのセカンド地点にやってきました、はい、スマートゴルフナビによりますと残り距離が273ヤードです、はい、まあ、やっぱり右だけは絶対避けたいので、はい、真ん中のバンカーは一応狙っていきます、はい、であれより左でもいいかなという思いで、やっぱり左側をちょっと広く使って打っていきたいと思います、はい、クラブはスプーンですか。スプーンです。うん、うん、問題ないとこ、ナイスです。はい、言った通り打てました。こうフェードのような感じで、はい、言った通り言ってましたね、はい、右じゃなくて左からがいいって言ってましたね。無難な攻め方をしました、うん、まあ、でもやっぱりこう嫌な方は行きたくないというのは鉄則で、それは避ける、絶対ダメなところは決めた方がいいです、うんうん、さあ、松森プロのセカンド地点、はい、残りが257ヤード、うん、7番ウッドで、はい、バンカー狙いで、バンカーに入らない距離です、ね、そうですね、はい、はい、右サイドちょっと難しいかも、ね、やっぱりちゃんと刻まなきゃダメでしたよ、はい、今もちろんダメなら刻む、そうなんです、7番打ったんだ、刻むなら刻む、ちゃんとしないとダメですよ。どうですか、当たった感覚として。ちょっと、はい、体が先開いてしまって、ちょっとミスショットだったので、あ、でもミスするとしたら左にしたかったですね、うん、そう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 、はい、ラフに行くっていうのは一つ難しいことが増えますからね、うん、でそのラフに行ったらまたライで2つ増えるかもしれないから、はい、刻むときはやっぱしっかり刻まないとね。じゃあ古賀プロの第3打目、はい、残りヤードは90ヤードです。90ですね。球的にはどんな球筋。いや、もう結構しっかりピンを狙ってデッドに打っていきます。はい、うん、これで戻れば、うん、止まったかな、止まったかどうかっていう感じですかね。いい球はいい球でしたけど、ね、でも思ったよりやっぱり左にも来なかったですし、うん、はい、結構いい球だったんじゃないかなと思いますけどね。右からの壁にこうぶつけるような球、いや、あの風通りに打ちました、うんうんうん、なので戻ってきてほしかったんですけど、はい、戻ってこなかったです。でもいいショットでしたよ今、うん、ね、なんかいい音もしてましたし、はい、はい、さあ残り松森プロは82ヤード、はい、うん、ちょっと木が気になりますか。はい、気になるので58で届くんですけど50度で、はい、うん、ちょっと抑えていきます。低めにという感じですね、はい、下からですよね。そうですね、うん、はい、うん、うまく、これは綺麗に届くか。ああ、ナイスさん、おー、うまく打ちましたね。あれもすごい、はい、いい感じで思った通りに止まってるかな。ナイスですね、今、はい、高さを出せない分、そうですね、手前からちょっと、でもすごいいいところに落ちたと思うんですけど、はい、行ってみないと分かんないですけど、なんかちょうどカラーとこう、はい、切り替えのあたりで、はい、そうですね、そう、だからまあたまたま今はうまくいきましたけど、はい、でもやっぱりリスクが多くなるじゃないですか、やっぱりフェアウェイに置くことっていうのは絶対大事です。そうですね、うん、お、古賀プロよかったです。これ距離見えないですか。見えなかったけど、ね、あの、よかったと思いますよ。ちょうど横位置だったので、はい、距離的には良かったですね。はい、
さあここはグリーンで見たいところとなると、はい、私はねやっぱちょっとこの辺見たいですね、この通り具合、はい、ちょうど真ん中のあたり、はい、グリーンで見てみましょう。傾斜がいやいや右に一路こっちですよね、はい、はい、で芝目は逆目、結構私がこうがっつかなきゃいいんですけどねチャンスを抑えるのもゴルフですから、気持ちを抑えるのもね。弱いよ弱いよ、来い来い来い、イエーイ見事真ん中から入りましたね、ナイス、よし有言実行我慢するとねいいことあるんですよ。お見事でした、素晴らしいグリーンですね、これはよく伸びてくれました。まあ旗方向でセンターで、はい、うん、でもまあいいとこですね、いいサイドですが、はい、ちょっと思ったより右出ましたけど、はい、さあでは続いて松森プロ、はい、スイングが大きいですか、足が長いので、多分アークが多く見える、大きく見えるんです。うん、ナイショー、ナイショー。ちょっと薄い？ちょっとヒールです。ね、なんか、はい、ガシンって感じではなかったですけど、はい、まあまあ、まあまあ、はい、まあまあですね。はい、プロはセカンド地点ですが、はい、もうだってここだと、はい、絶対に左から、もう花道からっていう選択しかないですからね。残り130ヤードですけれども、右のガードバンカーじゃない左側の方から、はい、うん、はい、そうですね、クラブは何番を、9番です、はい、はい、風はちょっとフォローですか、ラフのフォローですからね、まだないですね、ここしかないですね、もうちょい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 、ちょっと足りなかったです、こうなるんですよ、はい、もし左のラフからだったら、はい、もっと足が使えるというか、まあ、広い、はい、ここはもうやっぱあれしかないので、はい、これティーショットのミスだね、そうです、ね、私もそうなんですけど、はい、一方で小賀プロは120ヤードが残りです、はい、もう私こうなったら左バンカーギリギリ狙いますよ、左バンカーギリギリ、うん、で、お、ナイスショー、これで落ちれば、あー左キックした、あーでもうわ、けど、まあ、結果グリーンはもうちょい前だった、もうちょい前だとすごいショットだったんですけどね、いやー確かに今ちょっと ねキックが左行っちゃいましたけど、キックがもうちょっとだけ前に落ちたらそのまま、まあまあまあ結果オーライですね、うん、さあ松森プロ、はい、このシリーズでずっと課題と言っているアプローチをまた、ね、最後来てよかったねそうですね、よかったよ、はい、ここでほら、はい、見せれるじゃん、見せれるじゃん、どうだったの、はい、今日みたいな、はい、松森プロはどんなイメージで、うん、まあこのちょっと上がってる分だけ上げ、はい、ボールを上げるぐらいで、うん、あとはまあ転がすイメージ、そうですね、はい、これってそんなに優しいんじゃないんですけど、やっぱりこれを成功させていかないと、あの絶対つながらないですね、うん、次にね、今回のシリーズで古賀プロと課題にしてました、やったアプローチを
よかったね。よかったです。思ったよりちょっと球低く出たけどね。はい、でも、はい、まあ、入ればいいんですよね。でも結果、ナイスバーディーです。そうそう、バーディーの入りありがとうございます。ナイスでした。はい。うん。だからやっぱり意外と難しいんですよ、アプローチ。簡単にね、上げれるようなライでもないし、うん、はい、今のは多分思ったより本当に低く出て、っていう感じだったんで、ちょっと強く出たと思うんですよね。入れ返すぜ。がっつかなきゃいいけどな。さあ、松森プロに先にチップインバーディーを取られましたが、ちょっとスライスすると思うんですよね。はい、古賀プロの、ね、バーディーパット。うわー、右だ。いや、これはね、やっぱ切れましたね。いいところでしたね。はい、まあ、距離がありますけど、やっぱりドライバーで、ね、松森プロは距離のアドバンテージがあると、はい、さあ古賀プロのセカンド地点にやってきました、はい、スマートゴルフナビによりますと残り距離が273ヤードです、はい、まあ、やっぱり右だけは絶対避けたいので、はい、真ん中のバンカーは一応狙っていきます、はい、であれより左でもいいかなという思いで、やっぱり左側をちょっと広く使って打っていきたいと思います、はい、クラブはスプーンですか。スプーンです。うん、うん、問題ないところです。はい、言った通り打てました。こうフェードのような感じで、はい、言った通り打てましたね、はい、右じゃなくて左からがいいって言ってます。あ、でも言ったところに行ったけど、ちょっと左かな。はい、うん、ナイスショットだと思うんですけどね、はい、カード道路とそっち方向にっていうのは狙い通りですね、うん、はい、やっぱり右はちょっと怖いので、はい、では松森プロはどの方向を、はい、私も一緒の方でちょっと右から風が強くなってきたんで、うん、はい、もうちょっと右をカード道路のちょっと右で、はい、ございます。お、いいとこ、うん、黄色の旗、はい、しました、うんうんうん、なので戻ってきてほしかったんですけど、はい、戻ってこなかったです。でもいいショットでしたよ今ね、なんかいい音もしてましたし、はい、さあ残り松森プロは82ヤード、はい、うん、ちょっと木が気になりますか。はい、気になるので58で届くんですけど50度で、はい、うん、ちょっと抑えていきます。低めにという感じですね、はい、下からですよね。そうですね、はい、うん、お、うまく、これは綺麗に届くか。あ、ナイスさん、お、うまく打ちましたね。はい、いい感じで思った通りに止まってるかな。ナイスですね今、はい、高さ、あ、でもミスするとしたら左にしたかったですね。そう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 、はい、ラフに行くっていうのは一つ難しいことが増えますからね、うんうんうん、でそのラフに行ったらまたライで二つ増えるかもしれないから、はい、刻むときはやっぱしっかり刻まないとね。じゃあ古賀プロの第3打目、はい、残りヤードは90ヤードです。90ですね。球的にはどんな球筋。いや、もう結構しっかりピンを狙ってデッドに打っていきます。はい、うん、これで戻れば意外と、あ、止まったかな、止まったかどうかっていう感じですかね。いい球はいい球でしたけど、ね、でも思ったよりやっぱり左にも来なかったですし、うん、はい、結構いい球だったんじゃないかなと思いますけどね。右からの壁にこうぶつけるような球、いや、あの風通りに打ちね、無難な攻め方をしました、うん、まあ、でもやっぱりこう嫌な方は行きたくないというのは鉄則で、それは避ける、あの絶対ダメなところは決めた方がいいです、うんうん。さあ松森プロのセカンド地点、はい、残りが257ヤード、うん、7番ウッドで、はい、バンカー狙いで
バンカーに入らない距離です、ね、そうですね、はい、はい、これに行くとちょっと右サイドちょっと難しいかも、ね、やっぱりちゃんと刻まなきゃダメでしたよ、はい、今もちろん刻むなら刻む、はい、うん、刻むなら刻む、ちゃんとしないとダメですよ。どうですか当たった感覚として。ちょっとはい、体が先開いてしまってちょっとミスショットだったので、あ、でも言ったところに行ったけどちょっと左かな、うん、はい、うん、ナイスショットだと思うんですけどね、はい、カード道路とそっち方向にっていうのは狙い通りですね、うん、はい、やっぱり右はちょっと怖いので、はい、では松森プロはどの方向を、はい、私も一緒の方でちょっと右から風が強くなってきたんで、うん、はい、もうちょっと右をカード道路のちょっと右で、はい、ございます。お、いいとこ、うん、黄色の旗、はい、いいとこでしたね、はい、まあ、距離がありますけどやっぱりドライバーで、ね、松森プロは距離のアドバンテージがあると、はい、さあ古賀プロのセカンド地点にやってきました、はい、スマートゴルフナビによりますと残り距離が273ヤードです、はい、まあ、やっぱり右だけは絶対避けたいので、はい、真ん中のバンカーは一応狙っていきます、はい、であれより左でもいいかなという思いで、うん、やっぱり左側をちょっと広く使って打っていきたいと思います。うん、お、うまく、これは綺麗に届くか。あ、ナイスさん、お、うまく打ちましたね。あれも本人もすごいびっくりだ、はい、いい感じで思った通りに止まってるかな。ナイスですね、今、はい、高さを出せない分、そうですね、うん、手前からちょっとでもすごいいいところに落ちたと思うんですけど、はい、行ってみないと分かんないですけど、なんかちょうどカラーとこう、はい、切り替えのあたりで、そうですね、そう、だからまあたまたま今はうまくいきましたけど、うん、でもやっぱりリスクが多くなるじゃないですか、うん、やっぱりフェアウェイに置くことっていうのは絶対大事です。そうですね、うん、お、古賀プロよかったです。これ距離見えないですか。見えなかったけど、ね、良かったと思いますよ。ちょうど横一だったので、はい、距離的には良かったですね、はい、さあここはグリーンで見たいところとなると、はい、私はね、やっぱちょっとこの辺見たいですね、この通り具合、はい、ちょうど真ん中のあたり、はい、グリーンで見てみましょう。傾斜がいやいや右に一度、こっちですよね、はい、はい、で芝目は逆目、結構私がこうがっつかなきゃいいんですけどね。チャンスを抑えるのもゴルフですから、気持ちを抑えるのもね。だから左にしたかったですね、うん、そう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 、はい、ラフに行くっていうのは一つ難しいことが増えますからね、うんうん、でそのラフに行ったらまたライで二つ増えるかもしれないから、はい、刻むときはやっぱしっかり刻まないとね。じゃあ古賀プロの第3打目、はい、残りヤードは90ヤードです。90ですね。球的にはどんな球筋？いや、もう結構しっかりピンを狙ってデッドに打っていきます。はい、うん、これで戻れば意外と、あ、止まったかな、止まったかどうかっていう感じですかね。いい球はいい球でしたけど、ね、でも思ったよりやっぱり左にも来なかったですし、うん、はい、結構いい球だったんじゃないかなと思いますけどね。右からの壁にこうぶつけるような球、いや、あの風通りに打ちました、うんうんうん、なので戻ってきてほしかったんですけど、はい、戻ってこなかったです。でもいいショットでしたよ今ね、なんかいい音もしてましたし、はい、さあ残り松森プロは82ヤード、はい、うん、ちょっと木が気になりますか。はい、気になるので58で届くんですけど50度で、はい、うん、ちょっと抑えていきます。低めにという感じですね、はい、下からですよね。そうですね、うん、はい、はい、クラブはスプーンですか。スプーンです。
問題ないところです。はい、言った通り打てました。こうフェードのような感じで、はい、言った通り打てましたね。一番左からがいいって言ってましたね。無難な攻め方をしました。まあでもやっぱりこう嫌な方を。は行きたくないというのは鉄則で、それは避ける、あの絶対ダメなところは決めた方がいいです、うんうん、さあ松森プロのセカンド地点、はい、残りが257ヤード、うん、7番ウッドで、はい、バンカー狙いでバンカーに入らない距離です、ね、そうですね、はい、はい、これに行くとちょっと右サイドちょっと難しいかも、ね、やっぱりちゃんと刻まなきゃダメでしたよ、はい、今もちろん刻むなら刻む、はい、うん、刻むなら刻む、ちゃんとしないとダメですよ。どうですか当たった感覚として。ちょっとはい、体が先開いてしまってちょっとミスショットだったので、あでもミスするとしたら、弱いよ弱いよ、来い来い来い、イエーイ見事真ん中から入りましたね、ナイス、よし有言実行我慢するとね、いいことあるんですよ。お見事でした。素晴らしいグリーンですね、これはよく伸びてくれました。まあ、旗方向でセンターで、はい、うん、でもまあいいとこですね。右サイドですが、はい、ちょっと思ったより右出ましたけど、はい、さあでは続いて松森プロ、はい、スイングが大きいですか、足が長いのでアークが多く見える、大きく見えるんです。